はい、皆さんこんにちは。こちらはですね、西川にあります日本酒とワインのセレクトショップ主砲西浦さんからお送りしております。それでは参りましょう。主砲西浦の3分ドリンキング。はい、ということでね、また始まりましたけども、よろしくお願いします。主砲西浦、店主の西浦さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、だいぶ寒くなってきましたもんね。ですね、いきなりですね。はい、そんな時もね、お酒がね、はい、美味しいぞということで、はい、また新たな美味しいお酒をご紹介していただきますけども、はい、お、今回は花友でございますかね。そうですね、奈良の花友への、はい、即上純米ですね、の、あ、こっち見せた方がいい、即上の薄濁り生酒、うん、あの新酒第1弾で出てきてるお酒です。で、まあ、花友なので酵母無添加、あの蔵付き酵母って言って酒蔵に住み着いてる酵母が発酵してお酒になってます、うん、おー、はい、久々な感じですか。1年ぶり1年ぶり1年ぶり、はい、前回との違いがじゃあ分かりますね。そうです ね、 ちょっと早速いただいてみましょう。はい、西浦さん的にはどうですか、今年の仕上がりは。今年は、うん、言っちゃっていいですか。はい、いいですよ。今年の方が昨年に比べるとすごく優しい、うん、優しい味になってる。もうちょっとじゃん、優しい、優しいな、西尾さんも。あ、本当ですか。ちょっとさせてもらったら。こんな感じ。そうですね、ちょっと薄っと、うん、薄っと、うん、ああ、少しね、うっすら、うっすら濁ってらっしゃいますね。はい、はい、優しい仕上がりになってる。はい、うん、あ、もう早速甘い香りが。そうですね、乳酸菌の香りがします。乳酸菌、乳酸菌、いただきます。いただきます、はい、いただきます、いただきます。あ、いいですね。なんかお口の中、今常温でいただいてるんですかね。そうですね、常温です、うん、はい、あの口の中に入れた瞬間、こうふわっとこう、うんうん、こうエッジが効かない感じでこう、エッジが、いらっしゃいましたみたいな、いらっしゃいました、いらっしゃいませみたいな感じの、こうお互いをこう受け入れる感じの体制が整っているというか、オープンな感じがすごいしました。はい、うん、はい、昨年まではって言い方も変なんですけど、うん、ここ数年花友はちょっと、うん、酸っぱいねっていう人がいるぐらいちょっと酸高めだったんですよね。ほうほうほう。で、去年の即上なんかはそこまで酸っぱかったわけじゃないんだけど、うん、ちょっとパキッとこうしていたりとか、うん、だけど、うん、なんていうのかな、ちょっと固めの白桃みたいなイメージだったんですけど、うん、今年はね、なんかカルピス的な感じがベースになって、そうそうそう、やっぱね、甘みを感じますわ、うん、はい、でただね、それもずっと甘いままじゃなくて、そうそうですね、こう時間差でこう、はい、なんていうんですか、こうシュッシュッとなってる。そうそうそう、あの黄色い柑橘の風味とか、うん、ラムネがあるんで、うん、なんか意外にさっぱり、うん、美味しいんですね、これね。美味しいですね、あの今我々常温で飲んでるんですけど、うん、冷やしてもらうと、はい、もうちょっとジューシーな感じ。なるほど、なるほど、うん、あとまあ保管もね、保管もね、氷落としたりしたらダメですか。あ、いいんじゃないですか。もうなんか冷たく、なんかキンキンに僕飲みたくなっちゃいました。うん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 、結構ね、あの氷入れて氷が溶けてもそれほど味がこう、うん、薄まるというかっていうのは少ないかなって感じですね。なんか試してみたくなっちゃった、はい、うん、そうでした。すいません。保管は大体何度ぐらいまでやるものですか。いや、私はもう60度ぐらいまで、うん、60、70までいきたいんですけど、うんうんうん、やっぱりこの感じだと、うん、40、50ぐらいでこう甘さ伸ばしてもらうと、うん、なんかホッとするねみたいな感じはあるかもしれないですね。美味しそうですね、うん、これ、うん、ゆるっと保管かけてもらう方が、うん、おそらくこうなリラックス時間というか、うん、そういうのには合う、甘あったかいみたいな。そう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 、いい表現だ。いいよ、甘あったかいみたいな、そういう感じのイメージがちょっと僕はしました。へ、うんうんね、なんか食べたいなって、合わせたいなってお料理ありました。そうですね、ちょっとイメージ、イメージ、はい、イメージ、うん、そうですね、結構鍋食べたくないですか。あ、鍋いいっすね、うん、うん、そっか、だったら僕鍋熱いから冷たいので飲みたくなっちゃう。そうですね、そういう感じですよね。
旅館だったらもっとあれですか、あったかくないやつですかね、煮物のなんか冷たいやつ冷たいやつ冷たいやつ、うん、なんつうの、お惣菜的なやつ、あ、そうそうそう、おばんざい、そうそう、おばんざい的なやつ、うんぬんかんぬんみたいな、うん、そうそうそう、うん、そうですね、結構もつ鍋とか、うん、あ、結構油脂分しっかりでもいいのかなみたいな感じで、 あの、一瞬だけね、あの湯豆腐って言いたくなっちゃったんですけど、うん、そうか、確かになんかちょっと 油分をうまくこうコーティングしてくれるイメージが、こう寄り添ってくれる感じがありますね、美味しいと思うんですよね、すげえ、はい、やっぱ違いますか、前回のその花とめとの食べ方とかも変わります？あ、基本路線は変わんないんですけど、うん、やっぱりなんか飲んだ印象がちょっと変わるんで、うん、その分だけ、うん、あのなんていうのかな、選ぶ料理もちょっとずつ変わってくるのかなって感じかな、なるほど、なんで前の話してるかというと、やっぱり毎年毎年その違う顔色を見たいじゃないですか、はい、それに合わせたお料理を合わせたいなと思って、去年覚えてます？覚えてないです全然覚えてないでもやっぱりあの新しく新しく僕がやっていただきたいなと思う人間だったんで、確かに揚げ物っつったんですか、おそらく、あ、そうなんですね、なんかイメージとしてそんな感じになったんで、うん、そうですね、はい、その前が餃子です、餃子ね、え、ちなみに前の残ってます？もうのないさすがに、うん、あるかもしれない、あるかもしれない、どっかにあるかも、あるかもしれない、はい、あ、わかりました、はい、あったらね、うん、あったらいいなっていう話、ね、はい、はい、ね、ありがとうございます。今回ご紹介したのが花とめ、花とめ、真空醤薄煮り生酒、生酒ですね、はい、ね、あのオーダーかけて、うん、あの詰めてもらう、うん、濁りだったので本当に数量限定です、うん、はい、第1号の花とめのお酒でございました、はい、はい、補足何かありましたら、はい、そうですね、うん、やっと新酒がこう、うん、本格的にこう、うん、トントンと入ってきているので、うん、今後ね、うん、年末年始にかけてずっと新酒が入ってきますので、はい、そうですね、期待です、はい、はい、ありがとうございました、はい、ね、寒くなればお酒もね恋しくなりますし、はい、ね、どん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 身近になってくる存在でありますし、はい、まあそんなこと関係なく飲みますけどね言っても、うん、でもやっぱ季節感を感じながらお酒の移ろいを、感じていけたらいいなという話を、はい、うね、はい、しただけですありがとうございました、はい、以上、シューホン西山3分ドリンクでございました、ドリンキングでございました、はい、それでは次回もね、はい、楽しみにしていてください、お願いします、バイバイ。